はあ、やっとランク戦か。ここまで来るのにものすごい時間をかけてしまったな。ちょっと、今月何万課金してんの？あ、てめえなんで俺が月10万くらいこのバズドラに課金してること知ってるんだよ。先月から通帳管理してるの私になったじゃない。うぷ主起きてる間バズドラ以外何かやってるの？以前、今春休みで暇や年春休みくらい一日中ソシャゲやってたっていいだろ。ふう、やっとバルキリバヤさん艦隊完成させたぜ。ここまで長かった。まあこんなパーティー闘技場とかじゃ使い物にならないから完全に自己満足なんだけどね。ガハハ。おい、引きこもり。誰が引きこもりやねん。引きこもって何が悪いんだよ。てめえソシャゲにばっか金とかしてるの気持ち悪いからやめろよ。うるせえ、人の趣味に口出しすんな。いい加減もっといい趣味見つけたらどうなんだ。自己満足で変なパーティー作って、変な縛りでダンジョン行って、その先でお前は何を得るんだ。お前は月十数万をドブに捨ててるってなぜわからない。ソシャゲなんてただのデータトイなのに、それに金つぎ込めるなんてどうかしてるよ。ソシャゲなんていつかサービスが終われば、今まで必死こいて集めてきたデータベースも全て消されるんだぞ。それにいつお前がそのゲームに飽きるかもわからないし、それでデータを消したらお前の今までの運万運10万運100万は消えたも同然なんだぞ。ふ、大きなお世話だな。それにマリサ、今日はお友達と仲良く駅前にできたケーキ屋で食事してきたそうじゃないか。それがどうした？お前のそれだってソシャゲと一緒、いやそれ以下じゃないか。高い金出して買ったケーキだって、腹に収まって消化されれば消えるじゃないか。ソシャゲは引退するまでデータは残る。ツイッターでガチャの結果を見せてマウントを取ることもできる。てめえが口膨らまして頬張ってきたそのケーキは食べてから喉元に消えるまでのほんの一瞬じゃねえか。空腹を満たすならカロリーメイトで十分。これが自己満足じゃなくて何が自己満足なんだ。いや、ごめん。今日一日お前と喋りたくないからちょっと出かけてくるわ。すまん。俺とお前はステージが違う。カルマが映るから近寄るんじゃねえ。はいはい。はあ、今日から学校か。なんでか知らんけど春休みが異様に早く感じたな。授業もだるいしこっそりゼウスーン降臨周回しとくか。はあ、授業だり。ゼウスーンは花火が便利で周回で使うから3体は確保しておかないとな。みんな受験やら恋愛やら、それぞれ忙しいらしいけどアホくせえな。どうせ勉強したって頭悪いから意味ないし、恋愛だってどんだけおめかししてもブサイクだから意味ねえ。俺にはもうバズドラしかないのさ。石入れまくってガチャ引きまくって、レアキャラを手に入れてネットで煽る。これが快感なんだよな。そのためには1分1秒でも多くバズドラと向き合わなきゃいけない。他のことをしてる暇なんてないのさ。うぷ主本当どんだけそれ課金してんの。単なる自己満足でしょ。異常だよ。よく人の趣味に口出しできるな。お前にだって自己満足の趣味はたくさんあるはずだ。価値観を押し付けないでくれ。そういうんじゃないよ。身内としてうぷ主のためを思って言ってるんだよ。だいたいうぷ主ソシャゲ以外の時間何やってるの？もしかして起きてる間ずっとソシャゲのことばっか考えてる。それの何がいけないんだ。ネットを見てみろ。一日中ソシャゲやってる人なんていくらでもいるぞ。それが異常だって言ってんの。今はまだ学生でしょ。テストの点だって明らかにヤバいし、このままじゃ将来取り返しのつかないことになるわよ。母親みたいなこと言ってんじゃねえよ。部屋行って勉強してくる。絶対勉強する気ないだろ。うるせえな、勉強なんて受験近づくまでみなしてねえよ。さて、デオス X 界で降臨がもうすぐ来るから50周くらいしないとな。ゆっくりしてたらフォロワーさんに抜かされてしまうんだ。フォロワーに抜かされる。俺の中で、いつからか競争相手はソシャゲで繋がる。ネット上でのライバルだけになってた。人の人生にもいろいろな競争がある。勉強、出世、恋愛、いつの間にか、そんな重要な本当の競争を投げ捨てて、目の前にあるバズドラにだけ熱中する日々。そのヤバさに気づくのに、俺は少し遅かったのかもしれない。あかん、受験直前なのに全然勉強終わってない。でもバズドラもやめられねえ。うわーん、どうしたらいいんだー。とりあえずエグゾディア降臨200周してから勉強始めよう。フォロワーに置いてかれないようにと必死にダンジョン周回をする毎日。でも、もっと重要なものに置いていかれてることに、もっと早く気づくべきだったのだ。やばい、志望校全部落ちた。浪人しなきゃいけない。ただでさえ友達も恋人もいなくて、趣味もソシャゲしかないのに、俺何を心の拠り所に生きていけばいいんだ。泣きついてこないでよ、気色悪い。私はあなたの母親じゃないんだよ。